よし。レクタス。ああ。ん？それは。うん、そうだな。ふん。君たちのような存在が僕を作り出した。君たちのような邪念がアクノロギアを呼んだ。つまりこの時代は終わりを告げる。もう誰にも止められない。世界はここに完結する。ゼレフ、あのゼレフが私の目の前に。これは夢か現実か。アクノロギアは時代の終わりを告げる。君たちの邪念がそれを呼んでしまった。アクノロギア、一体何の話だ。君たちには罰を受けてもらうよ。待て、ウヌにはまだ聞きたいことが。一つはアクノロギアを呼んだ罪、もう一つは僕に命の重さを忘れさせた罪。悔い改めよ。知らぬクズも冥界へ落ちるがいい。来たか、アクノロギア。この感じ、なんだ？うるせえ！この声。
この世界には絶対的に抗えないものがある。この時代は終わる。まさか島ごと消す気じゃ。防御魔法を使える者は全力展開。俺たちはこんなところで終わらねえ。絶対諦めない。みんなの力を一つにするんだ。ギルドの絆を見せてやろうじゃねえか。あの時はもうダメかと思った。でも不思議と恐怖はなかったのを覚えてる。ギルドの仲間が一緒だったから。みんながいればどんなことも乗り越えられるって覚えたの。結果から言うと私たちはアクノロギアの攻撃を受けたのに無事だった。フェアリーテール初代マスターメイビス・バーミリオンが私たちの絆や信じ合う心を使って防御魔法を発動させた。フェアリースフィア、妖精三大魔法の一つで、あらゆる悪からギルドを守ってくれる魔法なんだって。でも封印凍結を解除するのに7年かかってしまい、マグノリアに戻った私は早すぎる時の流れに戸惑った。少し見ねえうちに小さくなったな。この7年でいろいろあったみたいね。私たちにとってはちょっと前のことなんだけど。ああ、ギルドは借金のため差し押さえられ、今はここを仮の本部としているらしい。私たちが留守にしていたせいでフィオーレ最強だったのが今では最弱ギルドなんて。かっはっはっは、そいつはいい、面白い。あ、だってそうだろ、上に登る楽しみがあと何回味わえるんだよ。燃えてきた。そうですよね、うん、楽しみです。しかしこいつは思ったより深刻な問題だぞ。どういうこと？この7年で他のギルドが力をつけたということだ。それはギルド全体の力だけでなく個々の実力においても。奴らは7年多く経験を積んでんだ。俺たちの力はこの時代にはついていけてねえ。そんな、つまりギルドも俺らも鍛え直しってことだな。燃えてきた。奴ら夏とし探しに行っちまったが、ごめよ、ついてかなくてよかったのか。もし天狼島が見つかってもみんな生きてるかわからねえんだろ。そんなことねえって、信じなきゃよ。そこは7年も連絡ねえんだぞ。ただいま。おお、おかえり。
お前ら。大きくなったな、ロメオ。おかえり、夏に、みんな。借金の支払いを伸ばしてもらったが、返せる当てが思い当たらん。やつらの嫌がらせのせいで仕事が来ねえ。くそ、手の打ちようがねえ。せっかく夏たちが帰ってきたのによ。ギルドがそんな状況だったなんて。私たちがいない間、マカオさんがマスターとして切り盛りしてくれてたみたいです。これは俺たちの問題でもあるな。うん、ギルドの問題だからね。みんなで協力してお金稼がなきゃ。ふん、そうね。まずは依頼書を見てみっか。
ってこれだけかよ。それだけギルドが落ちぶれてるってことね。借金がいっぱいで信用ガタ落ちみたい。大した依頼じゃねえぞ。その人は怪我をして帰れなくなってるのかもしれません。それなら私の魔法が役に立つと思います。そっか、ウェンディの天空魔法なら治療できるもんね。よし、一緒に行くか。ウェンディ、あ、ちょっと家に戻ってもいい？7年空けたままになってるし。払うまで入れません。坊やより、いやー、7年分そんな大金払えないよ。ルーシーさんもでしたか。え、ウェンディも？フェアリーテールの寮でしょ。フェアリーヒルズも全額払わされました。足りない分は負けてくれましたけど。フェアリーテールも火の車だし仕方ないか。なんだルーシー、泊まるところないならうち来るか。え、大変だよニャンチュー。お、ハッピー、今日からルーシーかな。金庫盗まれちゃった。魚買うお金もないよ。なんだって、よく探したのか。うん、隅々まで探したけどどこにもないんだ。ルーシー、さっきの話なしな。別にいいけど。ギルドも私たちも一文無しですね。早く依頼を達成して食費だけでも稼ぎましょう。そうね。
依頼書によるとここが消息を絶った場所ね。行方不明になったやつを探して連れて帰ればいいんだろう。楽勝だぜハッピー。どっちが早く見つけられるか勝負だ。アイサー、ここにはモンスターが出ます。気をつけて進みましょう。あいつら聞いてないわよ。行きましょう。あれ、人が襲われてる。依頼にあった方かもしれません。助けに行きましょう。強そうな奴らじゃねえか。燃えてきた。
ありがとう、助かったよ。あえっと、安心したら痛みが。怪我を見せてください。私が治療します。ああ、痛みが引いていく。お嬢ちゃん、こんなに若いのに治癒魔法を使えるのか。ところでオタクラ、どこのギルドなんだ。フェアリーテイルだ。フェアリーテイル、聞いたことないな。新しいギルドなのか。フィオーレで知らない人がいないギルドだったのに。さて次は、ようやった。よくやった。よし、これで初仕事は完了ね。ウェンディ、お疲れ様。お役に立てたようでよかったです。また誘ってください。早くお家に戻れるといいわね、ルーシー。あ、家賃のこと忘れてた。これじゃ全然足りないよ。次行こうぜ次。仕事こなしてりゃギルドも家賃もなんとかなるって。ようやった。そうだ、